岡山県立岡山盲学校の元教頭竹内正彦さん、30年で3000回近く行ってきた講演で訴えるのは生きる意味、命の大切さです。いや皆さんとね違う人生でした。それはあのご覧のようにこの目が、ね、全く見えない。もう稲光がしてもあれも見えなんですよ。 まあそういう人生をね、まあ、70年近くやったんですでこの経験は皆さんお持ちでないでしょうまあその話ならできるとそういうことでね今日もあのこのコロナで世界中が困ってる中ででもね片岡館長がよう呼んでくださったんですよ、ね、ありがたいでだからもうあの喜んで来させてもらいましたまあ一生懸命やりますよね終わりに一つでいいです おう今日はいいって聞いとってよかったなあいうものをね持って帰っていただけると私としてはうれしい。で私はねこのことを必ず学校に講演に行かしてもらった時子どもらに言うんですよ。何で言うか学校で一つの今の課題はいじめですよ。いじめが原因で子どもが首をつったの電車に飛び込んで死んだそういうニュースが時々流れる。 この前自殺のあれを聞いてみても若い子が大勢いまだに自殺しとるもったいない情けない残念ですよ私ね子供らに言うてきたみんなな自分の命を自分一人のものと思うてねえか言うてそれが大間違いぞみんなの親は今すぐこの場所ででもね我が子あの この場所ででも我が子の代わりにね死ねと言われたら親は自分の子供を助けるんだったらいつでもどこででも死ねるぞ親はそう思うてみんなを今応急しょんどみんなは決して自分一人の命ではないその体の中にお父さんの命が入っとるお母さんの命も入っとるもっと言えばおじいちゃんおばあちゃんの命まで抱えて今応急なれんぞ それのに自分だけの勝手な考えで首やこするかもしそんなことをしたら残った親は明日から夢も希望も生きる元気も失うぞそれはみんなはね元気で何事もなく大きくなってきてるから気がつかないだけですよ私のように命に関わるような病気もした この目が見えなくなった時ね私の前で親がどんなに悲しいんだかどんなに苦しいんだかそしてあの差別の社会と戦ってきたかを見てきたんですよだから気がついた気がついたから子供らに話しておきたいんですよ絶対に死ぬないじめられた子とは一つも恥ずかしよね大きな声でいじめられた言うたれ 言言える人に言う家なんなら紙に書いて渡せいじめの現場を見た子はそれを知らんふりしとったらいけんぞできるだけ大勢の人にどんな方法でもいいから知らせて回れいじめっ子にも言いたいですよ弱い子をいじめて面白えかどうせやるんなら弱い子を守る側に回ってみ気分がええぞってつらいことはね続かん 夜が来来たら朝は来る。ピンチなどにチャンスは来るんですよだからつらい時を粘れしのげどうしてもつらかったら逃げ出せ逃げ出せ死なずに生きとったら必ずいいことが来るぞってね